皆さんこんにちは、ホール担当のあみです。本日は、お客様の中に一応子供を連れて行きたいんだけどっていう風に悩まれてる方もしいらっしゃったらと思って、子供さんがいても安心な、豊かのお部屋だったり椅子だったり、いろいろご紹介します。まずトイレの方から行きます、小さいお子様がいても安心な、おむつ台があります。で一応ここ口にこう仕切りがついてるので安心しておむつ替えとかできます。で次お部屋の方行きます、はい、よし。ご紹介したことあるんですけど、まずお部屋がお座敷お座敷のお部屋になってるので、小さいお子様がいらっしゃっても安心なお部屋です。でお座敷の部屋、ここ以外に2階にも10名掛けぐらいの大きいお部屋があります。あとはこんな風に足のちょっと短い子供用の椅子とか、この足の長い方の椅子なんかもあるので、もしちょっとお座敷なくて椅子のお席っていう場合でもこういう椅子をお使いいただけるので、なんかこう悩んでたりしたらぜひお声掛けいただければと思います。あとはこんな風に、絵本とくっついて子どもさん用のメニューがあるので、よかったらもしちょっと頼みたいなっていう時はお声掛けください。でそんな感じで一応子供さんがいても安心なお部屋とかの紹介でした。一応もしご予約とかされたい方いらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。お待ちしてます。